決定は、オスの馬とメスのロバの間に生まれる馬科の雑種動物である。外見は、オスのロバとメスの馬の間に生まれたラバと似ている。決定は、平均的にラバより、わずかに小型である。この2種類の雑種の間に見られる、体格差に関しては、多くの考察がなされている。一つは、これが単に生理学的なもので、メスの馬に比べて、 メスのロバの方が小さいことに起因するというものである。一方、これは遺伝的なものであると主張する人もいる。しかし、アメリカロバラバ協会は、決定が親から受け継ぐ遺伝子はラバと全く同じであるとしている。馬科の子孫の成長度は母親の子宮の大きさに影響されるが、ほとんどの場合ロバは馬より小さく、決定は小さな体格となる。ラバ同様、 その大きさは様々であるが、これは母親となるロバが、傾向の部分で24インチほどの小さなものから、ボデデュ・ポアトゥのように15ハンドほどのものまで、様々であるからだ。決定の体格は最も大きな個体でも、おおよそロバの中でも、最大の種の大きさまでにしかならない。これに対してラバは馬を母親とするので、馬の中でも、最大の種の大きさ程度まで成長することができる。 ラバの中にはかなり巨大な個体も見られるが、それらはベルジアンのような刺激場から生まれたものである。体格の大きさ以外にもラバと決定の間にはしばしば差が見られる。決定の頭はラバ以上に馬に似ている。しばしば短い耳の決定がいるとはいえ、それでもそれらは馬の耳よりは長く、またラバよりも馬に似た縦紙を持つ。 毛色の決定はオス親に依存しているため、決定の毛は通常馬と同じとなる。また、逆にラバは、ロバの毛色と同じになるのが一般的である。一部の馬やロバが持っている、歩法などのある死の形質は、オスの親から遺伝すると考えられている。このため、多くの人が、歩法のできる決定を作り出そうとして、歩法のできる オスの馬とメスのロバによる交雑を試みている。馬とロバは染色体の数が異なっており、決定は生まれにくい。両者の雑誌として生まれる決定の染色体数は63本となり、不妊である。染色体数が偶数でない場合、生殖機能不全となるのである。アドムズによれば、馬科の雑誌は遺伝子の数が少ない側をオスの親に持つ時に生産しやすい。 従って、ラバに比べて、決定を生産するのは難しいという。オスの決定とラバは通常、繁殖行動を抑えて管理しやすくするために、虚勢される。オスの決定やラバも、メスとつがいをなすが、不妊である。オスの決定やラバが、生殖の応用していたという報告はない。メスの決定とラバは、必ずしも虚勢されるわけではなく、発情するか否かはまちまちである。 メスのラバは、純血種の馬やロバとつがいになると子を産むことが知られているが、これは極めて稀である。1527年以降記録に残っているもので、メスのラバから子が生まれた事例は、世界中で60件強しかない。一方、アドムズによれば、メスの決定が子を産んだ事例は1件のみである。他にも決定が希少である理由がある。メスのロバとオスの馬は、 メスの馬とオスのロバの組み合わせに比べて相性が合いにくい。このため、2頭が引き合わされても、つがいとならない場合がある。また、つがいとなった場合であっても、メスの馬がオスのロバと掛け合わされた場合に比べて、メスのロバはオスの馬の種を宿しづらい。さらに、大きな決定を生ませるためには、大きなメスのロバを必要とするので、難しい問題が生まれる。 大きなロバは次第に貴重なものになってきており、危機に瀕している家畜種であると宣言されているのである。ロバの所有者は純粋な大きなロバの生産に高い需要があるにもかかわらず、不妊である決定の生産に貴重な生殖期間を費やしてしまうのを嫌がる。ありがとうございます。